はい、どうも、フォルスです。監督です。レゴワールド、レゴワールズ実況4回目ですかね。はい。今回は、どうする？このね、駅の中にコンビニを、コンビニ？うん、作ってみようということで。コンビニの方がでも時間かかるよね。時間かかるかな。来たけど。何を作る？トイレか。トイレか。まずじゃああれするか。はい。券売機作るか。券売機、了解です。簡単なものからね。まあ簡単なものを作って、この駅の中を。駅っぽく。駅っぽく。どんどん駅っぽくしていきたいな、と思います。ここを緑の窓口にしたいんだけど。うんうん。どこに置く？緑の窓口って。券売機。感じだったっけ。ただ窓口に。作ってみるか。まずですね。はい、ブロック建設。どういう感じで作るかになるけど、ここの下で、いいなら、単純にも普通に作る。ブロックを並べていくと。うん、このなんかね、はい、微妙にこう、まだ言うことをうまく聞いてくれない感はある。ああ、はいはいはい。まあ今はちょっと調子がいいですね。この高くなってくると、うん、そこじゃないんだよなーっていうのは。なんか立体的に処理するの難しそうだしね、このゲームね。そうそうそう。まあ、イライラしないことですね。まあ、そうだね。ここも欲しいか。ここ見えちゃうか。てか、柱が邪魔になる。じゃあ、こっから、そうですね。一応ね、今置いてたのが、左クリック。はい。で、右クリックを押すと、消える。こうやって消すモードになるから。はい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 。この気に入らないところを消してって、じゃあここをとタイブラック出てるので、うん、ここを消してここからスタートしましょうか。はいはいはい。でこのあれ浮いてないよね。浮いてない浮いてない。うん。結構そういうところが後々めんどくさくなってくるからね。見栄えも悪いしね。でまあ高さを長くするか。引っ掛けるじゃん。置けないっすね。こっちの、あ、ここはあるの？うん。ここはいいな。見えないから。中にしちゃうもんね。あ、うん。ここトイレ作るかでも。まあいい。はいはい。作っとく方がいいのかな。まあいいや。6億か。ね。で、はい。なんか仮決めとか。仮決め。人の高さってどんなもんだっけ？これぐらいの方が、あれかな、窓口の階層。もう一段積んだら高い。もう、よね。もう一段積んだら高いんじゃない？ここになっちゃう、ね。手が出なくなるもんね。ここになっちゃうもんね。ここになるもんね。で、ここはもう窓口でいいかな。はい。ここから窓口になる。で、多分、ここに、ええ。2個ぐらい欲しい。じゃあ、あとこの、今この、左で消すモードにしたときは、うん。こいつをなんかドラッグドロップができる。人ができる。という。便利な世の中じゃ。調整しやすくなる。これだと、うん。こんなもんかな。まあ、6ですね。はい。6じゃなかった。で、お高さを、じゃあ、はい、3ぐらいにしてみるか。なるほど、なるほど。ちょっと高いもん。これで、多分ね。どんどん完成していくね。うん。窓口っぽくなってきた。あれ。ここら辺が難しいんですよね。高くなると。あと、このモードで、はい。この、これ以上高いところを積みたいなって時は、はい、スペースを押したら、高くなって。あ、本当だ。視点が高くなる、ね。左コントロールを押せば下がるっていう、乗り物の操作と同じ。飛行機とかと同じ。なので、まあ、こうやってやってもできない時は、こうやって上がってみると、できます。こういうのは難しいからな。まあ、でも乗り物と一緒だなって思ったら。あとはもうね、上は、とりあえず、何もなければ、これを積めば。うん。本当はなんか、看板とか、看板？なんか広告的なやつね。
欲しいんだけど、今はとりあえずなしで。タクト大丈夫なのかな？突き抜けない、大丈夫。この突き抜けるときは、はい、今さっきあるけど、この赤くなってるじゃないですか。はいはい。これは、あの、ブロックと接触してますよっていうことで。はいはいはい。この今、下の方にあるピンクのやつは、これはセーフですっていう。はい、あ、そうなんだ。じゃあちょうどいいってこと？いや、でも上は多分、アウト。上アウト？それがちょっとわかんないんだけど、これは絶対ダメでしょ。一回置いてみたら、突き抜けちゃうかな？わかるけど、うん。あれ？こっち行けてんな。あ、これはいいですね。大丈夫？あ、ちなみにあの、戻すときはこれ、やり直し。うん。コントロール Z。なるほど。キャプチャソフトを使ってると。別のとこでも弊害が出てきてしまう。ここに置きたいんだけど、まあ、こういうときは、こっちに置いといて、うん。コピーする。これをこう。あ、移動する。あ、で、このときに、これを。はい。ジクロックですね。ジクロックしちゃうと、これがいいかな。たらまあ、手も無理ですね。と、動いて。これは、どっち軸なんだろう。こっちの方がいいのかな。緑か。もう一個隣にはいかないんじゃないの？なんか斜めのブロックあるし。あ、こいつか。うん。正解。こいつを消せばいいのね。難しい。お、消えた。あ、ジックロックしてるせいで。なんかまた挟まっ、あ、来た。あ、来た。これが、微妙に難しい。はい、難しいっていうか、めんどくさい。細かい操作必要だから。計算機。あ。え？あれ？そっか。いけた。お、いけた。お、いけた、いけた。すごい。で、はい。ちょっと待ってください。あ、こっち行けなくなっちゃったのか。あ。おお、ほんとだ。緑の窓口ができてる。まあ、こういう感じで作ります。っていうことで。なるほど。ここに券売機行こうか、じゃあ。券売機。券売機ってどんなんだっけ？結構ね、家で作るときはね、うん、あの、カンペを見つつ作るんで。調べて。スマホがあるので。券売機のイメージってなんか、いざとなるとないのかな。なんか、JR と私鉄で変わったりするし。券売機使わなくなっちゃったしな。チャージだけ。定期でやってた。あれ？今画像が。だいぶ違いますね。だいぶ違う。思っているのと。じゃあ。か、あ、それか。いや、違う違う、あの。これ。いや、そうだよね。うん。斜めってる、ね。斜めってるよね。じゃあ、そうしますか。どんなものができるんだ。あ、ミスった。あ、これでやってはね。はい。バックで。あとまあ、ここで、こいつらに色つけたいときは、うん、こうやってやると、色がつく。一個ずつ、つけ直せる。やっぱ、あれがしたいから、14。うん。で、ここ、ぐらいかな。これ。斜面。斜面6はないよね。6は、じゃあ8しかない。おぉ。おぉ、ぽいぽいぽい。ここってあったっけ？ここに埋まってる？埋まってる方がいい。埋まってる方がいいんじゃない？なんか、ね、上に緑の。なんかね。あ、こっち側に。JR だと、ちょうど券売機の上側が緑色のタイルです。タイルというか、そこが。4。ダークグリーン。おぉ、いいね、いいね、いいね。それそれそれ。で、
なんか、まあまあ、どんどん、ここが画面になる。ここ3で、なんか。すごい、細かい感じになってますけど。じゃあまあ、これぐらい、あれは、コンビニ作るとなると、商品並べないと、まあ、いいんじゃないですかね。まあ、終電の余地はあるとして、こういうものですと。もう、ぽいぽいぽい。予約のチケットが買えるな。チケットね。電車に乗るためには。今まで何もしてなかったから。こっから見えてんのか、これ。まずいな。まあ、いっか。できるだけ、こっち側、ここに入れにすればいいか。ああ、そうだな、確かに。ここにもう一個タイルが入るんじゃない。まあ、いや。これはしょうがないからね。後で。後で。もうちょっと楽しいことを。どうしますか？トイレ作る？トイレを作ってみる。